はい、ではテーマが初めの一歩の歌の手話解説1回目です。よろしくお願いいたします。小さな鳥が歌っているよ。小さな鳥が歌っているよって表しています。小さな、鳥の大きさなんですね。大きさがどのくらいがいいのかなって思いまして、まず親指と人差し指でその鳥の大きさ、このぐらいがいいかな、もっとちっちゃいのがいいかな、どのくらいがいいかな、好きな大きさでいいんですけども、で大きさこのぐらいかな、でそれをパー、じゃんけんパーで、その大きさを示した形で表しています。なんかこのままでも鳥の、ね、翼が現しているような感じがして、これにしてみ、この形にしてみました。小さな鳥、鳥はじゃんけんグーで親指人差し指でくちばしを作ります。それでチュンチュン、これだけでも鳥だし、ね、両手でパタパタってやっても鳥なんですけども、このパタパタって飛んでる様子の羽、翼をね、バタバタパタパタってやってる形と、くちばしでチョンチョンってね、やってる、くちばしをね、こう動かしている様子を、一緒にして、これで鳥って表してます。小さな鳥が歌っているよ。歌はじゃんけんチョキをくっつけた形で U になります。これは指文字あいうえおのうです。うね、うの形、チョキのままだと V になっちゃいますから、これをくっつけると U で、ううを口のところからくるーっと広げていく形です。これで歌、片手でもいいし両手でもいいし、これで歌です。歌で、ここのツークルって リズムがね、こう音楽がですね、流れる様子を表しています。小さな鳥が歌っているよ。僕らに朝が訪れたよと。僕らにの僕なんですけども、僕は自分を指す、人差し指で指して私でも構わないし、僕、親指で自分を指すと俺とか僕となります。で、これ皆さんっていう手話なんですけど、パーでここにも頭、ここにも頭、ここにも頭、頭がここにいっぱいあるという様子で、これでみんなという手話です。皆さんっていう手話ですね。で、僕を指してみんなってやると僕らってなりますね。ですので、僕らに朝が、朝はじゃんけんグーで頭に置いて、これは枕、寝てる時のね、枕を下ろして、朝という手話です。朝、朝が訪れたよっていうのは日が昇る様子を表してるんですけども、片方の手は、ね、じゃんけんパー、下を向けて、水平線とか地平線を表しています。で、私は右利きなので右手で太陽を表すんですけども、じゃんけんグー、親指と人差し指で太陽の形を、丸を作って、で、この地平線、水平線のところの下から上に上がっていく様子で、これで朝日という手話です、ね、朝日が昇る、
ね、今ちょっと正面だと見づらいんで、よく斜めにしますけど、これで朝日という手話表現です。僕らに朝が訪れたよと。僕らに朝が、違う。僕らに朝が訪れたよ。ね、朝をね、省いてもいいんですね。僕らに朝が訪れたよ。これでもいいんですね。でも一応ちょっと朝という手話も含めてみました。僕らに朝が訪れたよ。おお、来たよ。ね、僕らに朝が。朝の訪れたって時に太陽が昇ってきましたよってやって、来たよって手を広げています。ね、僕らに朝が訪れたよってみんなに言ってる様子です。で、昨日と違う朝日が昇る。昨日と違う朝日が昇るって、昨日なんですけども、自分の目の前は今とか今日とか現在を表します。ね、今とか今日。それで、自分よりも後ろは過去を表します。過去。自分より前が将来、未来を表します。ね。一日後ろが昨日です。ね。一日前が未来、明日です。ですので、昨日と違うなんて、昨日、一日後ろに指を持っていきます。で、昨日と違うっていう手話なんですけども、まずは、じゃんけんグー。親指、人差し指。親指は親指、人差し指は人差し指のところで合わせて、左右に広げていくと、普通とか、当たり前、平らな手話になります。ね、普通。これが、親指と人差し指、親指と人差し指で、くるって回すと違うっていう手話になります。違う。ね、違う。で、この、まあ、丁寧にこうやらなくても、ここだけで、くるくるって回すだけで、親指と人差し指にくるくるって回すだけで、違う。違う。それ、違う。ってなります。違う。ね、こう、まあ、普通の形でよれて、違うってやってもいいし、違うよ。違う。っていうような手話あるんですね。それで、昨日と違うので、昨日のところ、過去に、後ろの近くに指が行きますね。昨日の位置で違う。で、片手は今の位置で違う。で、表せたら表していただいて、もしくは、昨日と違うはこの両手前、両手ともね、同じ、向きで、同じね、ところで違うってやっても大丈夫です。どちらでも構わないです。昨日と違う、朝日が昇る。ね、朝日が昇る。ね、さっきと同じ太陽が昇る様子を表します。川の流れも輝いて、川の流れも輝いている。川は、じゃんけんパー。手のひらを上向きにします。水は上から下に流れます。これで川ですね。で、三本川、川をね、川っていう漢字を三本同時に表す。お名前の時のね、川とか漢字を表す時に川ってやるんですけど、これが三本なので、三本指で表してもいいです。どちらでも構わないです。パーを上にして、これで川で表していきたいと思います。川の流れも、輝いている。ピカ
輝くんですけども、どんなかや輝きですかね。河原がこう流れていく、そこがピカ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 と流れ輝いている様子を表せたらいいかなって思います。なので上の方だんだん川に沿って輝いている様子を表してみてください。一応ここまでね、またね。